ここの避難所で困ってるっていうのはやっぱりプライバシーがないってことです。後のものはある程度もう暖房も冷房もね、それからあとお水の配給、トイレットペーパーの配給、ほとんど大丈夫なんですが、やっぱり一番の問題はプライバシーがないということです。一つの部屋にご家族とか、まあ10人ぐらいとかそう言って生活してますんでね。当然テレビも共有だし、それから冷蔵庫も共有だし、だからそういうのがやっぱり大変ですよね。だからここにいる方は、もう本当に老人の介護の必要性がある方とか、身寄りのない方とか、一人でいる方とかって結構いますんで、もうプライバシーがなくて、自由でないと。だけども皆さんとお話しできて、まあ、例えば福島の仮設に行った場合には孤立化してるんだけど、ここにいればいろんな方とお話しできて、その孤立化を防ぎますよね。そういっだからたこそうといっも。た部分もいいですね。難しいところなんですけど、個人的にお持ちになる方は、要するに、まあ、一回着た古着とかね、あとは新品の下着、下着では新品なんですよ、ほとんど、条件として。あとは T シャツ、それからあと子供さん用の、まあ、おもちゃとか、まあ、文房具とか本とか、あとは我々の使うティッシュペーパー、お水、トイレットペーパー、そういった単位の消耗品ですね。やはり今必要としているのはポケットティッシュとか、箱ティッシュとか、そういった消耗品ですよね。後のものはほとんどもう十分間に合いがあると思うんですよね。もう皆さんがね、